ミニ審査員ワングランプリ。ね、はい、あの YouTube の撮影しますって言って俺が来たのよ。うん、そうそうね、まあ、YouTube 担当の岡部ちゃんしかいないわけ。はい、その時に俺が来た時にね、うん、どうしたって言ったら、いや、なんか、え、制作の人ももう誰もいなくなりました。誰もいないね。すみません、あのちょっと音声もカメラもあの私がやってるんでちゃんと回ってるか分かりませんので、ね、もうやめてしまいました。いや、今日はただでさえね、うん、あの我々本編の方も大変なんですよ、はい、3本撮りで。あ、そうね、こっちもそれつこんな状況で、ま、嫌でも3本やんの。はい、嫌だぞ。いや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 、だって やる気がないじゃん。そうだよ、ただカメラが置いてあるだけでね。ああ、そこまでしてやることが何ですか、それが、はい、12月18日放送、うん、まさに M1 グランプリの直後に、うんうん、行われます審査員1グランプリのなんですよ。これでやりましたね。はい、皆さんには審査員1グランプリのルールを知ってもらいたいので、今日はここでミニ審査員1グランプリ。ミニ審査員グランプリ、はい、本編では様々な豪華ゲストがネタをやってくれましたが、実はその中の若手芸人2組は総勢151組から勝ち抜いた精鋭だった、うん、あ、そうか、結構なオーディションやったんだね。じゃあ、はい、そのオーディションの動画を使って、うん、ミニ審査員1グランプリを開催したいと思います。ミニ審査員1グランプリに出てくる3組はぜひ上田さんに見てほしいという番組スタッフ岡部ちゃんの一押し芸人です、はい、あ、そうやな、一押しです、うん、で誰が点数つけるの。有田さんが、あ、私がね、岡部がつける。岡部ちゃんそっちがつけるわけ。あ、うん、あ、そう、で、それで、で、俺がその点数に、上田がやるのね、はい、俺はやらなくていいの。あ、でも、俺も聞きたいな、聞きたい。お二人でも。じゃあさ、そっちが点数をつけるわけだ。はい、俺のやつも。はい。え、それで、二人の点数をつけるわけね。はい、で、それに応じたのを、ああ、やられるわけ。俺がいつも点数をつけてるけど、今日はつけられる方ってこと。うん。君、行き当たりばったりで決めてるから。なあ、お前、ダーツの旅みたいなやつ。はい、じゃない。じゃあ、やりますか。はい。はい、最初の一組に参りましょう。ホリプロコム所属、芸歴5年目。上田さんの芸風とちょっと似てるので見てほしい。あ、そうなの？戦慄の P カブ。はい。戦慄の P カブっていうコンビですか。そうです。そう。P カブ。はい、わかりました。なるほど。あ、タクシー。新宿駅まで。新宿駅か。こっからどう行くか分かんなくなっちゃったな。お客さん、カーナビを入れてもいいですか。アーノルド・シュワルツェネッガーのカツ。いろいろ言いたいことがあるから。まずどこが俺に似てんのか教えろ。なあ、どっちのどこが。なあ、まずそこだよ、気になったのは。そうだし、そのなあ、こんくらいで点数とか普通つけねえぞ。これぐらいの短さで。つけようないよな、こんなもんな。おう。なんで、つけんの、つけるわけ。いや、困ってるよ、自分は。点数、どうしようか、みたいな。え、あゆさん、はい、いやいや、どっちかわかんないけど、俺あんな感じ。いやなあ、俺何が似てるって言ってるのかわかりませんけどね。お、俺1ミクロも被ってない気がするんだけど。いや、めっちゃ被ってます。どこが。どっちのどこが。え、最後のあの締めの叫ぶやつとか、ちょっとよく見る。あー言ったことない。なあーとか。あの、怒りってより不安なんだよ、今。岡部は俺をどう見てるのかっていう。いや、彼が悪いとかっていう。いや、そうだ、そうそう。いや、そうだ、そういう意味よ。はい、点数が出た。はい。はい、点数は。じゃあ、発表して。発表します。うん、上田さん88点、有田さん100点です。そうですね。まあまあまあ、非常に、なんて言うんでしょう、こう、あの、動きもあって。はい、なんて言うんでしょうね、あの、こう、ポップな感じというんでしょうか、お二人ね、すごく良かったと思いますよ。まあ、ただ、あの、マイナス12点っていうのはね、もう、まあ、もうちょい長く見たかったな、と。はい、もうちょっと長く見ないと、彼女の良さがわからないなっていうのと、あと、だから、そのね、彼女たちのね、あの、なんて言うんでしょう、その、いろんなパターンのセンスを見たかったなっていうので、12点マイナスを
つけさせていただきました。うん。で、帰っていいですかね僕も。もういいですよね、今日は。もう言ったら帰っていいんじゃないですか。いいよな。じゃあお前一人にするけどいいかな。そうですね、まあ、100点です。やっぱり今のお笑いのこの風潮といたしましてね、我々の時代はもう僕が何か言ったら上田さんがとにかく怒っていくという、そういう笑いでしたけども、今やっぱり否定しない笑いだったりとか、あったかい笑いというのが今文化となってきてますので、そのもう代名詞のような方たちですよね。二人で、ボケて、二人で突っ込むみたいなようなことですね、これは。しかもお互い笑顔で。いや、二人で楽しい雰囲気を我々に伝えてくれてるっていう、まあ、時代に合った本当にニュースターだと思いますね。それに、最後、その中にちゃんとシュールな自分たちの色、最後のあーと言ってポーズを決めてるという。なんだろう、ちょっと考えさせてくれる余白もあるし。まあ何よりも、この短さで伝えてるということが、何よりもいいですね。これがもっと伸びたらもしかしたら減点になってたかもしれませんけど、今の段階ではパーフェクトですから、100点満点だと言えると思います。はい、じゃあ、ちょっと帰りましょうか。この企画諦めるんで次行きたいです。この企画も諦めるって何なんで諦めるんだよ。俺たちがうまくいかなかったんだよ。いや、十分、いや、今ので盛り上がったら、次行きますから分かるけど、諦めるって何だろう。ちょっときついかなと思ったってこと。こいつらじゃできねえなって。どういうことだ。いや、こういうことじゃないんだけどね、視聴者の皆さん、違うんですけど、こう言って、来年、まあ、その M1 とかの審査員に選ばれるように、うん、審査員のコメントを勝手に誰かがつけた点数に合わせて言うという、それをやります。まあ、見ていただければわかります。もう、多分、お笑い好きは流れて見ていただけると思うので、ぜひ、12月18日、M1 グランプリのチャンピオン決まった後、そのまま、テレビ朝日つけといていただければ、始まりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。ちなみに、岡部ちゃん、このミニ審査員1グランプリ、何まだ続く予定だったの？え、4組用意してる。4組用意してる。いるかそんなに。いやいや、これはもう別に見る必要ないですね。やる人、いや、まあ、岡部やりたいってだと俺はやってもいいんだよ。いやいや、いいです、いいです。やらなくていい。はい。いわゆる、この手の人たちを僕、深夜番組に僕出してたんですよ。ああ。はい。そして笑ってたら終わったんです、番組が。じゃあやる必要だよ。もしくはもうこれやって YouTube を終わらせてもらうか。今どっちかだ。え、YouTube まだ続けたい。ここ続けたい。一組でやめとこうか。一組でやめた方がいいと思うよ。あいつ切り替え早いわ。一本で諦めるからな。すごいわ。真相回転と同時に閉店セールやるぐらいのタイプだな。漫才を新しいステージに連れてくれてありがとう。 M1 グランプリの後は次の審査員は俺だ1グランプリ。有田が決めた点数に合わせてコメントバトル。とりあえず共演 NG にさせてください。日曜夜。